NPB で最も活躍した韓国人、チナ候補、イスンヨプ、イデホ、キムテグン、イビョンユ、オスンファン、イムチャンヨン、誰になるんやろ？スンちゃん、ソンドンヨルはそこまででもないのか。スンヨプ向こうでもレジェンドらしくてなんか嬉しいよな。イビョンユ思ったよりええな。今の中日ならグリーンアップやろ。ビョン様は打撃だけならまあまあやぞ。むしろ守備走塁の人ってイメージやわ。それは普通に何か勘違いしとるで。投手はイムチャンヨンやろ。イムチャンヨンとイデホくらいしか記憶に残ってないな。スンヨプのホームランは美しかったな。イビョンユってもっと安泰のイメージあった。オスンファンなんか印象より成績ええな。イデホが一番怖かったな。なんでも打たれそうやもん。デホいいやつよな。イビョンユが思ったより打ってた。